じゃあね、今度すごい強烈なやついきますよ、はい、私がね、本当にね、一番うちの一番強烈なやつ、ここからね、入れるとね、もうすっごい速いです、深いですよ、スーンと深いです。イメージの中で黒板が見えてますよ。黒板が見えてる。黒板に数字の1から10まで書いてあります。でも数字の4がね、ちょっと縁起悪いんで、ね、数字の4だけ消しちゃいますよ。そうするとあなたの中から数字の4がもうなくなってます。いつ数えて戻ってくると数字の4のない世界になってますよ。不思議ですけど必ずそう。1つ2つ3つはい、戻ってきます。はい、じゃあ今日はね、主婦で女優の加藤さんの催眠術後編やっていきますよ。今後はね、妊活催眠術も経過の動画もアップしていきますよ。簡単な足し算してもらっていいですか。はい、1たす2は1たす2は3ですよね。じゃあ2たす3は5ですね。じゃあ1たす3は難しかったですね。じゃあ引き算にいきますね。2引く1は1ですね。ちょっと難しいですよ。9引く5はちょっと難しいやつですね。ごめんなさい。自分の指が何本あるか、こう1、2って声出しながら何本あるか数えてみて。出してもらっていいですか。撮影中なんだよ。11本あるんだ。ああ、え、なんか違うよ。1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 催眠時計って消えてた数字が戻ります。3つ、はい、戻ります。2たす2は4。ああ、4ですね。よかった。さっき手がもう11本あるとか言ったらもうびっくりしましたよ。私宇宙人かなと思いました。消えました、さっき。え、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。机と手が吸盤でなんかくっついてる感じです。なんかすごい。出たら取れますよ。はい、もう大丈夫です。あ、いけました。不思議でしょ。くっついちゃうと思うとくっついちゃう。最初に、ね、私いつも言い忘れちゃうんですけど、椅子にもね、ボンドついてるんですよ。椅子にも背もたれとか離れないですよ。ちょっと立とうとしてみてください。全然取れないですよ。え、役者さんだけでうまいですよ、芝居。違う、そういうのじゃないです、本当に。え、面白いでしょ。なんか吸い込まれる感じが、なんかどっしり背中とお尻が椅子になってます。くっついてる、くっついてる、ボンドじゃないですよ。なんで、え、はい、溶ける、もう大丈夫です。あ、足を、あ、いけます、大丈夫、いけます。え、
2876543ですのどこかで見つかってもらってくると、なぜか私の声聞くと笑い止まらなくなっちゃうんですよ。一気に楽しいこと、今まであった楽しいこと一気に戻ってきちゃう、そんな詐欺です。このことは一切覚えていませんが必ずそうなりますよ。一つ集め、はい、戻ってきます。どうですか、サミ、かかってみて。幸せです。幸せな感じですか。どうしたんですか。なんか楽しいです。楽しいですか、サミ。その感覚5倍です。よかったですね、でも楽しくてね。撮影中ですけど大丈夫ですか。人の顔見て笑うね。すみません、なんか髪ちょっと待って、なんでそんな、ちょっとなんかしないけど面白いですよね。タイミング解ける。今のすごく深くなかったですか。これ深かったです。見つかると思ってくると、なぜか私の姿は見えないですよ。不思議ですけど必ずそうなります。この味のことも覚えていませんが必ずそうなりますよ。一つ集めて頼んでいきます。溶ける。はい、普通に戻りました。ああ、大丈夫です。